両チームのキャプテンが先頭に入ってきました。日本はキャプテンの17番の長谷部が先頭、パラグアイはゴールキーパーキャプテンのビジャールが先頭で選手が入ってきました。放送の解説は早野博さんです。今日もブブゼラが響いています。そして大きな日の丸がバックスタンド側で広がりました。ロフタスバースフェルドスタジアム、今試合開始の前で手元では17度台です。緩やかに風がピッチの右から左に流れます。曇り空のプレトリア、日本対パラグアイ、前半が始まりました。左サイドに今日も大久保です。大久保仕掛けていきなりのシュート、立ち上がりまだ22秒、いきなり大久保のシュート、いいと思いますね。やはり高いところで取れた、相手のボールを奪うために入ったような感じでしょうね。10番のベンティアスが入ってくるところ、深いタックルの日本、もう一度サンタクルス、高いボールが来る、後ろへ、いやー激しい、この辺りのボールへの激しさがパラグアイの特徴でもあります、はい、ここチャンスだと思った時にはもう気温が手元の時計で17度台、冬のプレトリアです。こちらの時間で午後4時にキックオフになりました。細かいつなぎだ、パラグアイのチャンスだ、抜けて抑えた、抑えた、川島のいい守りが出た、いやーヒヤッとしました、ヒヤッとした場面でした。今度は日本のシュート、枠に引っか、惜しい、キーパー弾きました、松井です。松井の惜しいシュートがありました。いやもうあの距離で打って全然いいですし、ここで強く打たないことですよね。こうなってくるとマンツーマンのマークはしにくくなってきます。ゴールセンターへこぼれてシュートが来た、助かった、いやーヒヤッとした日本。サンタクルス長いボールを本田に入れて、いやーいいトラップだ、ファールか、ファールになった、さあフリーキックが来た、倒されたのが本田、倒したのは14番センターバックのダシウバ、そこに中澤が入るか、トゥーリョンが一番遠いサイドに行った、相手のクリア、相手のクリアです。遠藤もいいボール蹴りましたね。これクリアしにくいですよ、このボール。サンタクルスエリアの中に入って、あヒヤッとした、サンタクルスが、いやバリオス、ね、19番のバリオスが倒れてヒヤッとした。松井のこういう細かいフェイクが相手を戸惑わせます。いいです、さあ本田が欲しがっている、松井、さあ本田だ、ダイレクトシュート、足外、外です、本田が吠える、いい形でした、はい、やはり右サイド松井からの崩しで最後本田、2002年のあの宮城スタジアム以来という決勝トーナメントの1回戦を戦っている日本です。阿部のところ、ここで前半終わりました。パラグアイ対日本の決勝トーナメントの1回戦、プレトリアロフタスバーフェルドスタジアム、両チーム無得点でハーフタイムに入ります。決勝トーナメントの1回戦、2010フィファワールドカップ南アフリカ、日本対パラグアイ、後半が始まりました。20番ディフェンスの時間の多いオルティゴサ、仕掛ける、体の幅が広いオルティゴサが上がってきた、日本のピンチだ、まだボールを持って、いやですからこういう時にはちょっとしたミスっていうのが、はい、大きくチームを変えてしまいます。松井いい仕掛けだ、さあこぼれ球シュートレンジに入ってきた、後ろから長友、惜しい、コースが変わりました。ベスト16からベスト8への壁が乗り越えられないでいました。ベラが仕掛けてサイドを見る、ああいい展開になってしまった、ベニテシュート、よく戻った、中澤が戻った、松井ハンドか、ハンドになりました。おっとイエローカードが出るんでしょうか。さあロングスローなのか、手前に入れる、モレルへ中、ヘディングシュート、川島の正面でした、仕掛けてきましたね。ちょっと前がかりになってきたパラグアイです。テントリアの1人の18番のバルデス投入、遠いサイドトゥーリオもファーに逃げる、そのファーサイドへトゥーリオ、惜しい形でした、いいジャンプでした。1点この大会で取っている岡崎をこのタイミングで投入です。追加しなきゃダメですよ。そうですね、ボールは伸びてくるはずです。変化がつく、キーパーが出る、おーっと触れない、ファールなのか、いや味方同士ですね、そのまま抜けました、いやヒヤッとしたキックでした。本田、左足が開いた、いや打たない、
ある岡崎だ、角度がないがシュートか、いや中に返したのか、20番の相手が拾ってバルデス、いやスピードがある、激しい、囲まれてファールになった。いやバルデスは人に強いプレイヤーであるんですが、こういうプレーは日本は気をつけないといけません。8番のパレットです。とどまったまま、あっと遠藤でしょうか、今頭のあたりを押さえて倒れました。遠藤ですね、阿部に変えました、阿部に変えて中村健吾、ボールが動いてきた長友だ、長友の仕掛け、スピードに振り切る中で帰った、大久保だ、大久保飛ばされた、大久保のファールか、大久保が飛ばしたんでしょうね、これで大久保が今逆サイドで手を挙げている、中村健吾もいる、岡崎、ここで今1点取ることでベスト8が大きく近づく日本、駒野が仕掛けて、ボールが2つ入ってしまいました、ドロップして始めて、まあ、日本に返すという形になると思います。中村健吾、練習でも非常にキレがあったのはこの中村健吾でした。いいドリブルだ、本田サイドか、駒野、日本攻める、相手をかわす、いいボールが入った、正確な速いボールか、上からやや落としてきた、中村だ、トゥリオが行く、届かない、今度はキーパーが急ぐ、本田へ、まだ試合は続きます、まだ試合は続きます、本田のファールで本田にイエロー、ハンドなのか、ここで後半終了、両チーム無得点、延長戦へ、決勝トーナメントの1回戦、日本対パラグアイ、両チーム無得点で延長戦に入ります、延長戦に入ります、前後半15分ハーフ、エンド右にブルーの日本、日本のキックオフで延長の前半の15分がまず始まりました。大久保がうまく回り込んだ、中村健吾は右サイドに出る、岡崎の動きだ、岡崎を見てシュート気味、相手のオンゴールかというクリアでした。いや中村健吾の魅力はこのミドルシュート、カルドソが入りました、中19番が待っている、ヘディングシュートだ、バリオス、サイドへ展開して3番サイドバックのモレル、あーコースが空く、中に叩く、あーっとパラグアイのチャンスだ、キーパー出た、キーパーよく防ぎました、川島、川島が勇気を持って出てきました、すり抜ける、18番のバルデス、こうシュートしてますからね、キーパーはキッカーから見て右に寄る、本田ブレ球、いいじゃないですか、いやーキーパーが横に弾いた、3番のモレルが入れる、近くで足元に収めるファイブのも警戒しなければいけない、モレル柔らかいボールだ、後ろ3人いる、パラグアイのチャンス、落ちた、シュート、浮いた、打ちました、今度はここで延長の前半15分が終了、残りは15分、0対0です、今最後の15分が始まりました、長友が来ていいですよ、長友のミドルシュートが、やっとファールか、いやファールはない、まだ日本ボールだ、アドバンテージなのか、いや日本のファールになった、ファーサイド、遠いサイド、トゥーリョアイディング、外だ、ごめんごめんですよね今ね、おー、倒した、玉田、また岡崎だ、ラインの駆け引きをして、あーラインとぶつかってしまった岡崎、もう玉田だ、玉田が中見た、フリーだー、わーっと折り返した、遠藤だ、柔らかいボールを入れて、本田エネグショだ、いやファールがありました、さあ間もなく後半の15分、いやまだ手元のギリギリのところで120分、戦いは PK 戦の決着になりました、あーベテランの経験十分のゴールキーパーの先輩2人、奈良崎、川口が一番若い川島を激励します、ゆっくりとスタート、決まった、いいコースです、日本の1人目遠藤、落ち着いている、相手を飛ばして逆サイドへ、
さあ川島の読みはもう早くもスタートだ、決まった、短い助走からあっという間に蹴りました。日本のキャプテンの長谷部キャプテン同士2本目決まった、いいコースです。動かない川島、ゆっくりとスタート、逆を取られた、落ち着いているリベロス、駒のスタート、あークロスバーだー、3人が終わってパラグアイリード、3人全員が決めているパラグアイ、バルデス4人目決めた強烈なシュート、気持ちの強さが現れた。今パラグアイは4人が決めている、慎重にいった、4対3、カルドソが決めるとパラグアイベスト8進出、川島止められるかどうか、ギリギリの戦いだ。カルドソゆっくりとスタート、決めた、パラグアイ日本を PK で下しました。日本ベスト8進出はならず、 PK 戦5対3、パラグアイはなんと4度目のベスト8挑戦で初めてのベスト8、日本新しい歴史を作ることはこの大会ではできませんでした。